古着屋しみ。どうもいらっしゃいませ、古着屋しみのしみです。早速なんですけれども、皆様に自慢したい、心から自慢したいものがあります。早速登場していただきましょう。はい、フローシャイムのバーシティというモデルです。先日お買い物に行った際にゲットいたしました。そちらの動画もぜひ見てみてくださいませ。もうね、その買った時から今これを撮っている時までずーっとウキウキした気持ちが止まらないんですけれども、これは本当に素敵な一足です。こんなに素敵な一足に出会えたことよ。もうステップの店員さん、バイヤーさん含め本当に感謝なんですけれども、ということで、そんなにお前心躍らしてどういうもんなのよっていうことなんですけれども、そちらを皆様にこれからたっぷりと時間をかけて自慢していきたいと思いますので、どうぞ最後まで見ていってくださいませ。よろしくお願いします。では早速やっていきます。詳しく紹介。はい、ということで、まずこいつの、ま、面構えなんですが、いかがでしょうか。見てわかるかな、このお肌の繊細さ。はい、こちら皆様伝わりますでしょうか。このお肌の繊細さ、すごく繊細です。すごい、なんかこの何、横文字を使うとするならば、なんかちょっとこのイノセントな感じ、この繊細さ、ちょっとこうやってふんってやったらなんかこう破れちゃうとかさ、なんかこうダメになっちゃうみたいな繊細さがあるんですけれども、触ってみると繊細さの中にこう力強さがある、そんな感じの革質です。はい、そしてこちらが1980年代に作られたフローシャイムインペリアルケンムーアというモデルなんですけれども、このお肌の差分かりますでしょうか。このお肌の差、このキメの細やかなお肌の差がちょっと見て取れるかな、どうなんでしょうか。まあこれはちょっとあの皮が違いますので一概には何とも言えないんですけれども、まあでも、まあ、全然違うよ。触ったら本当にみんなにスリスリしてほしい、スリスリしてほしいっていうぐらいつるんとしてます。なんかでもつるんっていう言葉ではちょっと形容できないんですけれども、なんかつるんっていう言葉の中になんかこうしっかりとしたなんか意志みたいなものを感じます。 なんかちょっとまあそんな感じです。はい、ということでこちらがあのフローシャイムのケンムーア、こちらがバーシティということで、あのライン的にはこちらが一般ラインです。通常のラインで、こちらが高級ラインです。でもう本当にこいつらはいとこみたいな関係性です。いとこっていうか兄弟っていうかなんていうか知らないですけれども、まあでも似ている、まあ同じお母さんのお腹から出てきたと言われれば、ああまあそうかもねっていう感じです。ちなみにこのバーシティはケンムーアっていう名前も一瞬ついたことあるぐらい、結構ね確か名前が変わってたような気がするんだよねっていうぐらい、こいつらは本当に兄弟です。じゃあどういう差があるか、どこに違いがあるかっていうのを見ていきましょう。でごめんなさい、その違いを説明する前に、このバーシティっていう靴の繊細さっていうか上等さっていうかをみんなにこれ結構分かりやすいなと思って今発見したんですけれども、このね分かるかな、このメダリオンを縫ってあるこのミシンのピッチ、結構全然違うの分かりますか。左がケンムーア、右がバーシティです。ミシンのピッチの細やかさが結構ここら辺とか、これとこれ見て取れるかなと思います。いかがでしょうか。そういう細かい違いからもこいつらが違うなっていうのは分かります。ただそれはちょっとあの作られた年代が違うんで、ごめんなさい、さこれはあの、まあ、こいつが作られた年代が古くて丁寧に作られてるっていう違いです。ごめんなさい、ちょっと話は脱線しました。これはね、あのアメリカのヴィンテージ古靴っていうザそんな感じっていう感じのあのねロングウィングチップです。ここのメダリオンがこうピューンと来て、ピューンと来て、ピューンと来てっていうロングウィングチップっていう形です。普段お父さんたちが履いてるのはこっからキュッキュッってなってるタイプとか多いと思います。そういうんじゃなくて、ここがビューンとここまで来てるっていう、このロングウィングチップっていうデザインの名称なんですが、もうこれはなんかザ・アメリカのヴィンテージの古い靴という感じで僕は好きですっていうところを踏まえてなんですけれども、はい、これ横を見たらわかるでしょうか。ここからこれもビューンと来て、ここで切り替わってます。ここのヒールカップ、これヒールカップなんですけれども、これヒールカップね、これヒールカップが要はこうパコッってつけられてるようなイメージです。ここはピューなんですけれども、これヒールカップがパコッってつけられてるイメージです。でここのこっからビュッってこう来てる、このビュッっていう感じ、これが一番の特徴です。バーシティとケンムーアの一番大きな特徴かなと思います。
あのごめんなさい、だからなんだよって言われたらもうなんとも返答しようがないんですけれども、これがいいんです。ごめんなさい、もういいって思っちゃってるんでいいです。先日小田切さん言ってたんですけれども、バーシティにも前期と後期っていうのがあるみたいで、このキュイっていう感じは前期らしいで、後期になるともうちょっとなんか緩やからしいです。ちょっとごめんなさい、僕そこまでのさ知らなかったんで、ちょっと見てみたいなっていう気持ちはあるんですけれども、今お伝えできることはここが一番大きな違いだよということです。コーディネートはコーディネート、はい、ということで履いてみました。どうでしょうか、もうこのきらめき、このきらめき本当にもうきらめいてます。てかね、これがね67年の製造の靴なんで、なんかそんな感じで、あ、ちょっと60年代のチノパンに変更してみます。詳しく紹介、あとはまずこちらのケンムーアなんですけれども、こちらはフローシャイムインペリアルという高級ラインです。このね内側に小窓があるんですけれども、このように緑でフローシャイムインペリアルと書いてあります。これはフローシャイムのインペリアル高級ラインですっていうことです、まあ、一方なんですけれども、こちらのバーシティに関してはザ・フローシャイムシューって書いてありまして、青で小窓が作られてる、これはあのレギュラーラインだよということです。レギュラーラインというか、まあ一般のラインだよということでございます。はい、ちょっと違うインペリアルのケンムーア持ってきたんですけれども、ここの中内側にこのような形でフローシャイムインペリアルとこう筆記台で書かれてる高級ラインはっていうのがあるんですが、こちらのバーシティに関しては一般ラインでございますので、このようにザ・フローシャイムシューと書いてありますっていうところでも、あ、これはなんか普通の一般のラインなんだなっていうのがわかるかなと思います。てか本当にもう何回も何回も言うんですけれども、これ一般のラインなのになんでこんなにすごいんだろうねっていうぐらい、あの本当に細やかに作られてます。本当に細やかに作られてて、で動画だと触ることできないから本当になんともなんですけれども、こう触った感が本当にいい革だなって思います。僕古着をすごい見てて、いつも見てて革をいっぱい触ってるから、触ってあなんか良くない革だなとかいい革だなとかっていうのはもうこの手のひらに刻まれているんですけれども、これを触った感触はあいい革だなという感触がもうこの手のひら全体に伝わってくるっていうぐらいの革質です。はい、ではここでですね、あの前回ご紹介しましたコンコルド、こちらコンコルドです、こちらがバーシティっていうので比較していきましょう。ぶっちゃけ革の質がそもそも革が違うから何とも言えないんだけれども、やっぱりね革っていうその1点だけで言ったらコンコルドの方がいい、全然コンコルドの方がいいです、まあ、全然っていう言い方はあれなんですけれども、でもこっちは、まあ、両方多分僕の感覚ではセクシー路線なんですよねこれ伝わるか分かんないけど、これ両方ともセクシー路線なんですよ。でこっちはねなんかちょっと男気路線なんですけれども、このセクシー路線の中で言うと、ここはねなんて言うんだろうな、女王様っていう感じ、うん、女王様。こっちはなんかすごく繊細で、なんかこう若々しいというか、そうだね、キャバクラで例えるんだったらこっちは銀座かな、こっちは六本木かなっていう感じです。違い分かりますでしょうか。銀座と六本木です。そのような感じ、まあそれぞれいいところはあるっていう感じです。でもやっぱりなんかなんだかんだ言ってキャバクラは銀座でっていうそのイメージあると思うんですけれども、まあそんな感じです。まあ六本木には六本木の良さもあるとは思います。両方いいです、両方いい、いいですということで、散々自慢しました。こちらのバーシティ、いかがでしたでしょうかごめんなさい、ずっと長々と自慢してしまって。で、こいつは1967年の11月製造でございますので、今から何年前でしょうか ?67 年の11月製造ということでございますので、何年前だろう ?53 年前かな ?67+53 は、うん。今から約53年前。うん、53年前の靴です。まあ、古いよね。53歳のおっさんが生まれたその年に作られた靴を今今年31歳の僕が履いているという、もうロマンですね。うん、ロマンです。いいです。そういうのが好きです。いやー、だいぶ僕より長生きしてる。僕より長生きしてるし、なんか僕よりいっぱいいろんな音楽とか聞いてそうっていう感じです。で、これ誰が履いてたんだろう。53年前の靴なんですけれども、一回その僕がこれを買った時の動画を見ていただいたらわかるかなと思うんですけれども、これを買った時に、まあこちらも一緒に買ったんですけれども、これとこれが同じオーナーさんのものだったようで、で、両方めちゃくちゃ状態いいんですよ。これもそんぐらい前、これも50年ぐらい前の靴なんですけれども、これもめちゃくちゃ状態がいいです。だから多分前のオーナーさん、多分そんなに若い人じゃないでしょう。53年、結構おじいちゃんか、ぐらいが持ってたのかな。わかんないけれども、でもすごく丁寧に保管されてた。その靴ってさ、結構、革なんで、ほったらかしてたら、カッピ
カピになるんですよ。マジでカピカピになる。古着屋さんで靴を見て、もうこれやばいっしょっていうぐらいカピカピの靴もいっぱいあるんですけれども、これは両方ともしっとりしてて、もうずっとちゃんと長いことこまめにお手入れされてたんだなっていうのがもう伝わってくる。前の持ち主さんがすごく大切に持ってたんだなっていうのが伝わってくるような状態でございました。まあそれを僕が受け継いでこれから大事に履いていくっていうことで、そうだね、もうちょっと本当に一生大事に履いていこうかなって思います。コーディネートはコーデネート。はい、ということで着てみました。これが60年代のアメリカ軍のチノパンです。60年代のフローシャイムのバーシティで、こちらが1970年代ぐらいのジャンセンの T シャツです。ですのでこれは本当にまんまコスプレかなと思います。お父さんの休日スタイルという感じで本当にコスプレだから、当時の人はこういう格好をしていたんだなっていうのが想像して考えるのが好きなただのオタクです。すいません。この動画基本的に僕のチャンネル、ただオタクがなんか自分の好きなものをひたすら見てる人に自慢するっていうチャンネルです。すいません。ということでこちらいかがでしょうか。僕の1960年代アメリカのコスプレスタイルです。僕はこういう風にコスプレをして洋服を着るのがとても大好きです。以上、自己紹介でした。はい、ということでやっていったんですが、いかがでしたでしょうか。こちら1967年製のフローシャイムのバーシティです。とても繊細で、なんかこう守ってあげなきゃいけないなって思わされるような一足かと思います。これもね、見つけるのはねめっちゃむずいと思う。自分のマイサイズでこの状態でこのバーシティを見つけるのは相当難しいと思います。なんかもし欲しいなと思う人がいらっしゃったらば、気長に探したらいいんじゃないかなと思います。僕もこれ、ま、知識としてはずっと前からあったんですけれども、本当に手元に来たのはつい先日ですので、そんなに本当にそんなに簡単には手に入らないもんかなと思います。まあもしゲットできたらもう御所大事に履けるもんかと思いますので、しっかり手入れをして次の人に渡すということをやっていただければ、古い革靴の文化は保たれると思いますので、ぜひ一緒にアメリカのヴィンテージ古靴保存委員会の一員としてしっかりやっていきましょう。以上、それでは古着屋しみでした。こちらの動画が楽しかったなと思ったら高評価チャンネル登録お願いいたします。 Twitter、Instagram チェックお願いいたします。ラジオチャンネルもやってますので、もしよければ聞いてみてください。それでは古着屋しみでした。もうこの動画が面白かったよっていう人も、見てない人もめっちゃつまんねえし、キモいしブスだしねよっていうやつもいるかと思いますけれども、全部ひっくるめてチャンネル登録お願いいたします。泣いて喜びます。よろしくお願いします。